はい、What's up、哲也です。今日は飯山あかり日本保守党が吉川里奈参政党とニアミス聴衆数で圧倒というテーマでお話します。4月28日に行われる東京15区江東区での衆院補選に向けて各党の動きが活発化していますね。3月17日の日曜日ですね、僕が応援する日本保守党の飯山あかりさんも精力的に凱旋をこなしましたよ。前日に発表されたスケジュールをざっと確認すると次のようになっていました。飯山あかり3月16日お知らせ、明日3月17日日曜日の凱旋予定です。12時錦糸町駅南口前、13時30分砂門前、15時豊洲ビバホーム前、16時30分有明ガーデン前、これは午後8時21分に投稿されてるんですね。まあ、僕は大阪在住なので行けなくて非常に残念なんですけどね、遠くから日本保守党頑張れ、飯山あかり頑張れとね、心の中でずっと応援しておりました。そして当日の午前中にね、このようにリポストしました。ご家族もいるのに休日返上で、日曜日も頑張る飯山あかりさん、関西からですが応援しています。日本に明かりを灯せ、日本を豊かに強くとね。ところでこの3月17日にちょっとした事件があったことをご存知ですか？実は当日の夜、飯山あかりさんが行った YouTube ライブでその事件の詳細が語られてましたよ。場所は凱旋予定地の豊洲ビバホーム前、時刻は午後2時40分頃のことなんですね。まあ、事件の詳細が語られたといってもね、飯山さんのことですから決して深刻な感じではなく、まあ、いつものようなあかりちゃん節でですね、結構面白おかしく、話してくださったので、まあ、僕は爆笑しながら聞いていたんですけどね。事件の過程をざっと紹介すると次のような感じです。本当にこの詳細が知りたいという方はね、もう飯山さんの YouTube 動画を見てね、確認していただければと思います。順番にいきますとね、まず一つ目、2時40分頃、飯山さんはタクシーで日本保守党の顧問のですね、梅原克彦さん、元仙台市長ですね、それと女性スタッフとともに、まあ、3人ですよね、現場、凱旋現場ですね、これは豊洲ビバホーム、これはスーパーとか飲食店が入った複合商業施設のようなところだと思いますけど、まあ、そこに到着しましたということですね。2番目ですね、するとたくさん、まあ、飯山さんの話では20本ぐらいかな、参政党からであるオレンジで参政党と書かれたのぼりが立っていたというんですね。またたくさんのバイトなのか党員のボランティアなのかわからないけれども、まあ、多くの人が働いていたということですね。それから3つ目として、驚いた飯山さんは何事だろうと思い偵察に行ったということですね、まあ、ぐるっとその周辺を、まあ、回ってみたということですね。4つ目、参政党の候補者、まあ、吉川里奈さんが高いところ、まあ、凱旋車の上に立って演説していたということです。5番目、吉川さんはきちんとしたスーツを着てタスキをかけて、ね、タクシーの運転手やミッキーマウスがしているような白い手袋をして演説していたということですね。それから6つ目、凱旋車は非常に立派でスピーカーが四方についていて外にも数箇所置かれていたということですね。まあ、この辺はね、用意周到ですね。それから7つ目、現場を歩いていると参政党のスタッフがやってきて、今参政党が凱旋しているので邪魔しないでくださいと言われた。これはね、ちょっとムカついたっていうことですね。飯山さんは、ただ歩いてるだけやんけ、何言うとるんじゃと心の中でつぶやいたということですね。それから8番目、聴衆の数については飯山さんの口からは言えないレベルだった。はい、言えないレベル、どういうことなんでしょうね。多いんでしょうか、少ないんでしょうか。まあ、後で動画があるのでそれで確認してください。9番目、吉川候補の話し方には独特の特徴があったらしく、同行していた梅原さんや後で現場に駆けつけた百田さんや有本さんの前でいかりちゃん流のモノマネをしたというんですね。そしたらバカ受けしていたという話です。どんな話し方だったんでしょうかね、ちょっと興味あるんですけど、それをしては有本さんに怒られるということでね、しませんでしたけど。それから10番目、日本保守党が予定していた凱旋予定時刻午後3時になっても終わる気配がないので
現場に集まっていた聴衆を隣にある豊洲駅前の四つ角付近に誘導した。多くの人が動いたので、まあ、大げさな言い方なんですけど、ちょっとした民族大移動が起こったということですね。これちょっと大げさすぎる言い方なんですけども、まあ、面白おかしく飯山さんが語ってくれましたね。まあ、ざっくりとこんな感じだったようですよ。で、日本保守党の百田直樹氏はね、当日の様子を X でこう語っています。前日に日本保守党が凱旋時刻を予告し、大勢の支持者たちが集まっている場所に行ってみると、 なんと参政党の凱旋者が一足先に来ているという事態が。そして飯山あかりが凱旋しようとすると、邪魔するなと言われる始末。仕方なく1ブロック移動すると、集まった人々も移動するという状況に、ということでね。まあ、僕はあの現場に行ったわけではないのでよく分かりませんけど、当時の現場の様子はハローさんという方が動画を添付して伝えてくれているので、参考までにちらっとご覧ください。ビバホーム前、あかりさん到着されましたが、カオスな状況。男前な佇まいのあかりさんが素敵やん。日本保守党飯山あかり、ということでね、動画が貼り付けてありました。まあ、ぜひこれご覧ください。どうでしょうかね。いろいろな世界中の有識者の方からきちんと、はい、いかがでしたか。今回のニアミス事件で、日本保守党と参政党の違いについてはっきり分かったことがあるんですね。それは2つあります。これをちょっと確認しておきたいと思うんですね。一つは選挙運動体制の違いです。そしてもう一つは聴衆数の違いなんですね。まず一つ目の選挙運動体制の違いについて申し上げますとね、朝に飲む水がうまいと思える幸せというアカウント名の方の投稿なんですけどね、3月17日日曜日、日本保守党飯山かり豊洲駅前、選挙カーなし、手持ちスピーカー1台。手持ちスピーカーというのはね、梅原さんがずっと持ってるらしいんですね。で、動かすときはあのショッピングカートのようなもので動かしていると。で、まあ、その日暑かったり寒かったりするので、こう上着をまあ持ってるわけですけれども、それをレジ袋にこう入れてね、ショッピングカートにポンと入れてスピーカーと一緒にこう移動しているという状況なんですよね。それから後で出てきますけど、上りが1本しかないんですね。日本保守党と書かれた青いあの上りなんですけど、1本しかないと。で、その上りもですね、どうも棒のところが取り付けるところがどっかちょっと壊れてるらしくてですねその上りを持って、ショッピングカートにレジ袋に入った上着を乗せてね、スピーカーを乗せて歩いてるという感じで、まあ、どう見てもホームレスのような感じだったということで、まあ、飯山さんはこれをホームレススタイルと自虐的に呼んでおられましたけども、はい。それからスタッフが3名しかいない、候補者を含めて3名、つまり飯山さんと梅原さんとスタッフ女性ですね。それから上りが1本、まあ、壊れた上りが1本ということですね。まあ、現場に行って取り付けるんですよね。そしてチラシはなしということです。で、参政党の方の選挙体制ですけど、参政党吉川里奈、豊洲ビバホームですね、行われたところが、選挙カーは2台来たそうですね。それから高性能スピーカーが8台ついていたと。スタッフは約30名、30名も来たんですか。上り約20本、すごいですね。チラシ約1000枚、この1000枚配ったんでしょうね。まあ、命名しますとね、参政党の選挙体制は従来型の選挙のプロのスタイルだというふうに言えると思います。日本保守党の場合はですね、手作り感満載のホームレススタイルと、まあ、自虐的な意味合いも込めてですね、手作り感満載のホームレススタイルということで、かなり違いがあるようですね。まあ、はっきり言って参政党の方が立派だという感じはしますけれども、まあ、日本保守党の方が新しい選挙スタイルと言えるのかもわからないですね。はい。それから2つ目の聴衆数の違いについてですけど、また朝に飲む水がうまいと思える幸せというアカウントの方なんですけども、このように書いてます。参政党の聴衆は約10人、信号待ちの人合わせて約20人、日本保守党の聴衆は約200人、私の目視でということで、 あくまでも目視ですけどね、まあ、こういう感じがしたということですよ。まあ、現場に行った人が全員証言したわけじゃないので、一人だけなのでね、まあ、これが正しいかどうかというのはわからないんですけども、まあ、ネットに上がっているその他のポストや写真や映像等を、まあ、見る限り、これがほぼ現実に近いのではないかなと僕は推察しています。まあ、ところで飯山あかりさんと吉川里奈さんのネットでの支持の状況はどうなっているんでしょうかね。
まあ、現場ではそうだった。しかしネットではどうなのかということも気になりますよね。 X 上ではね、多くのアンケートが行われているんですけども、あまりたくさん紹介してもね、混乱するばかりだと思うので、今回は2つだけ紹介しておきたいと思います。1つはですね、ネット保守連合事務局高杉さんという方ですね。この方が行っているアンケートではですね、このようになっています。金沢由衣日本維新の会公認 2.4%、 飯山あかり日本保守党公認 84%、 吉川里奈参政党公認 11%、 須藤元気野党統一候補 2.6%。 まあ、これはまだ途中なんですよね。残り1日あります。まあ、でも現時点でも 17,577 票の投票があっているのでね、かなりの信憑性というか事実に近いのかなという気がしてますけどね。ただまあ、この方もどちらかというとね、日本保守党寄りの方じゃないかなと僕は思うんですね。ネット保守連合というぐらいですからね。まあ、ですから多少のエコチェンバー効果もあるので、これがそのまま現実かというとなかなかそうとも言えないのかもしれませんね。それから KSK さんという方もやってます。この方はですね、参政党の方ではないですね。参政党支持者の方が行ったアンケートは飯山先生がリードしておりました。なぜだかこのポストは削除されたようですが、ということで、削除された途中のアンケートを紹介しているという形なんですね。で、これもまあ途中だったんですね。 11,959 票も投じられているので、これもかなりまあ意味のある投票ではないかなと思うんですね、アンケートとしてね。ただまあ参政党の方が行っているということで、ちょっと結果に違いが出てきているということなんですね。吉川里奈さんが 36%、 金沢由衣さんが 4%、 飯山あかりさんが 58%、 小堤東さんが 2% ということで、参政党が行っているにしてはね、吉川里奈さんが少ないと、で飯山あかりさんの方が上だということになってますね。はい。まあ、このように見てくると、ね、現場の集客力、まあ、聴衆数ですね、あるいはネットでの支持率においては、日本保守党の飯山あかりさんが現時点においてですね、あくまでも現時点においては参政党の吉川里奈さんら他の候補を圧倒しているように思いますね。ただし吉川さんは3月15日に出馬発表したばかりでありね、3月5日にいち早く出馬発表した飯山あかりさんとは、まあ、運動期間に10日ほどの差があるのでね、今後この差を縮める可能性もないとは言えないでしょうね。もちろん日を追うごとにむしろね、逆に差が開いていくこともまあ考えられるわけですよ。というか、まあ僕らね、日本保守党支持者は、まあ、飯山さんの実力とかね、魅力が、まあ、区民に浸透していけばいくほどね、飯山候補が他を圧倒する可能性の方が高いと見ているわけですけれどもね。はい、あなたはどう思われますでしょうかね。ところで最後に大事なことを一つだけ申し上げたいと思います。まあ、X 上ではですね、事前に日本保守党がその時間に豊洲ビバホーム前で凱旋する予定であることを知りながら、ね、参政党がわざと自党の候補をぶつけてきたみたいな、まあ、自党の凱旋をぶつけてきたみたいな見方をする人も散見されました。しかしそれはね、このポストを見る限りそうではないと思うんですね。これ見てください。吉川里奈さんがポストしてるんですね。で、これを見るとですね、豊洲ビバホームで14時30分から行うというふうになってますね。ですからこれが投稿された時間がですね、前日の3月16日の14時15分です。で、飯山あかりさんが告知の投稿を行ったのは、これ15時から行うということになってますけど、午後の8時21分になってますね。まあ、こういうふうにこの2つを見比べてみると、まあ、まだね、本当真相はよく分かりませんよ。よく分かりませんけど、この2つの告知を比較する限りにおいては、X での告知時間は吉川さんの方が早いので、参政党陣営がわざとぶつけてきたというのは当たらないのではないかと思うんですね。まあ、いずれにせよ、政治運動は常に公正公平、まあ、フェアにね、行われるべきであり、互いに上げ足取りや誹謗中傷に走らず、正々堂々と戦うべきですよね。いずれにしても僕は日本を真に豊かで強い国にできるのは日本保守党以外にないというふうに思っているので、これからも日本保守党を応援し続けたいと思っています。はい、それではよかったら最後にいつもの合言葉をご唱和ください。飯山さんを通して日本に明かりを灯せ。あなたはどう考えでしょうか。ではまた。 Good luck。チャンネル登録をよろしくお願いします。